はい、皆さんこんにちは、浦田健です。世界の社長から in マレーシア、今日もお届けしたいと思います。今日私はですね、サンウェイラグーンというところに、来ております、ちょっと見てもらいましょうか。ぐるーっと回ってみてください、カメラさん。はい、ぐるーっとこんな感じで、巨大なアミューズメントパークというふうになっております、はい。今日ここに来るのはですね、今回2回目なんですけれども、非常にあのクアラルンプールでもですね、有名なレジャースポットになっております、ここはですね、サンウェイというですね、デベロッパーとしてもあの非常に有名な会社が経営しているリゾート施設なんですけれども、ホテル、それからこういったアミューズメントパークですね、ウォーターパークの他に、なんだろう、ジェットコースターとかですね、お化け屋敷とか、それからなんだろう、バイキングみたいなですね、ああいうものも併設されていて、もう1日じゃもう遊び楽しみきれないほど巨大なパークになっております。それから、今朝もう我々行ったんですけれども、動物園なんかもですね、非常に充実していて、あのジャングルトレッキングなんかもですね、できるようなエリアになっています。こういったアミューズメント施設のほか、あのですね、マレーシア最大級のショッピングモールが併設されてまして、その横にはですね、日本でもおなじみイオンモールがあったりですね、日本のでもおなじみのブランドなんかが、たくさん、テナントとして入ってまして、非常にあの楽しめるスポットになっています。で、ここはですね、まあ、クアラルンプール中心街からですね、約20分ぐらいのところにあるんですけれども、もともとこのサンウェイという会社はですね、いわゆるその鈴ですね、鉱物の鈴をですね、採掘している会社なんですね。その会社がこの鈴を採掘した後をですね、こういったあの、ウォーターパーク、水を貯めてですね、この穴に水を貯めて、その周りにですね、サンウェイ村というですね、もう 村一帯を作ってしまったというような、あのいわゆるそのですね、鉱物を取ったら、そのまんまにしてるんではなくてですね、そこに町ごとこう作ってしまうというようなあのプロジェクトになってます。で、いわゆるですね、あの北海道にある夕張市なんかがですね、遊園地とか作りましたけれどですね、まあ、ああいう、まあ、鉱物を採掘した後の成功事例としては非常に参考になる事例なんじゃないかなというふうに思います。で、周りにはですね、病院の他に、大学、サンウェイ大学っていうですね、世界的にも有名な大学、それからオーストラリア系のですね、モナッシュ大学っていうものが併設されてまして、いわゆるそのインターナショナルスクールなんかもですね、たくさんこの周りにはあります。だからコンドミニアムもですね、たくさん開発されてまして、我々があの不動産視察で訪れる際にもですね、サンウェイラコスタっていうですね、あのいわゆる人工の湖に面した、コンドミニアムなんかもですね、非常に充実したエリアです。からですね、我々日本人にとって非常に、便利なのは、日本人学校がここから、車で15分ぐらいのところにあるんですね。ですから、あの例えばあのインターナショナルスクールにですね、通いたいけれども半年ぐらい待機待ちになってしまうようなですね、方は、こういったあの日本人学校に半年ぐらい入ってですね、その間にゆっくりあのインターナショナルスクールを探して、じっくりですね、あの学校選びをしながら、生活ができるというような、あの日本人にとって、この辺日本人もたくさん住んでるんですけれども、まあ、そういった人たちにとってですね、非常に、便利なエリアになってます。今ですね、私がこうやって収録している間にですね、うちのクソガキたちがですね、こう邪魔にするに来るんですけども、あのダダ漏れになってますけど、はい、まあ、そんな感じでですね、あの
皆さんもですね、クアルンプールに来た時にはですね、家族と来た時にはこのサンウェイラグーンですね、モールの名前はサンウェイピラミッドと言いますけども、いわゆるそのマレーシア特集なんかする時にはですね、必ずそのおもちゃみたいなスフィンクスというか、あのライオンが映るんですが、非常に楽しい、大人もあのショッピングで楽しいしですね、子供も一日遊んでも楽しいエリアになってますんで、ぜひですね一度訪れていただければと思います。またこんな形でですね、クアラルンプールの、なんだろう、プレイスポットおよびアミューズメントスポットなんかをですね、これからもどんどんお送りしていきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。アホです。